はい、こんにちは、高いねです。今日は、プッシュアップとタオルローイングをやって、胸と背中をね、同時に鍛えていきたいと思います。プッシュアップをやって、休憩時間にタオルローイングをやるというやり方でやっていきたいと思います。今毎日、プッシュアップを100回やってるんですが、今日はね、92回のセットがあります。92回のセットの後プラス8回してちょうど100回やろうと思います。で、この腕立て伏せの間にね、休憩がだいたい1分半か2分ありますんで、その時間を利用してタオルローイングをやっていきます。
box to go. Ten push-ups to go. Rest now. Get ready. Three, two, one, go. Ten push-ups to go. Rest now. Get ready. Three, two, one, go. 12 push-ups to go. 10.
なんとかプッシュアップ110回やりました。タオルローイングの方がきついかもしれません。胸と背中がかなり筋肉痛なので、もしこれをやったらね、きちんとストレッチすることをお勧めします。きつかった。以上です。